このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は実際に現地で買い付けた世界各地の工芸品が並ぶお店、小松クラフトスペースにお邪魔します。僕ちょっと、ま、さんもうこれすごい好みでした。そっちかな、そっちに本当に素敵だなと思いそう。茶色合いそうっすね、なんかすでに似合いそうな、ちょっとこう、あのパープルっていうかこう、かっこいい、あ、似合いますね。あ、すごい似合います。これ、はい、かっこいいです、ね。あ、かっこいい。はい、あ、これここ、お、買います。いいや。いける？え、いけると思う。お、はい、あら、バラダシウサギがきちんと出るように。はい、あ、いい。かっこいい。あら、めちゃくちゃいい。かわいいかな、どっちかっていうと。はい。かわいさ、かわいさが。はい。かわいいが一番嬉しいから、俺、言われるのが。かわいいって言われたい。こういう感じで、まあ、いろんな。あ、ほら、帯これ。これが帯。いやー、これでもいい。いきます。これ、かわいいって言われちゃう。先ほどの若葉さんにもね、どちらか合わせてもいいので帯も合わせていただきます。グリーンもいいですね。いや、いいです。あ、すげえ、はい、これっておいくらくらい、同じお値段になります。先ほどそうですか、4回ですか。長谷川さんもね、同じより稼いでますからね。そうですね、かっこいいですね。かっこいい。あ、ちょっとウサギがかわいい。これちょっといいですよ。マジで検討します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。普通に俺買い物に来たみたいな。買い物の店主になってたから。なんか今ガラでなんかあれですよ、あんまり着物って昔の人がこう、あれよく好んできてたっていうイメージあるんだけど、そうじゃなくて今の人もなんか普通にこう日常を着れそうな柄とか、なんかと生地も慣れるとなんかね、着物の方が楽だっていう人も結構いますよ。なんかワンピースみたいな柄、可愛い。これはちょっとね、可愛い。普通にワンピースみたいな感じで着てる、着れますね。今のねシャツの色もこういう。わ、確かに。わ、意外と。お、素敵。なじんでいいと思います。いいですね。はい。なんか柄が本当にいろんなのがあるんですね。古典柄なんですけど、そのお湯だったら普段素敵ですね。すごいたくさん種類が、あ、すごい。生地がやっぱり、はい、スマ風なので、すごい。これ小松さん、すごいこの種類豊富に、秋田でもあんまりない。そうですね、やっぱり畜生さん、そうですね、あまりないかもしれないです。はい、畜生さんという方はもう本当江戸時代からずっともう不滅の方です。はい、浴衣のブランドですので、ぜひあのこういうのってもう何年も着てるんですね。孫の代まで、孫の代まで、一回買ったら一生もの超えてる、一生のもの。例えばこの単語のこちらで、はい、これが気に入りましたっていうと、あの着物にじゃ仕立てっていうのは、うちの方で全部やってくれるんですか。もちろん、もうずっと50年以上仕立てやってらっしゃるベテランの方が、手縫い仕立てで、しかも、また寸法に合わせて、はい、買って、完全ジャストサイズが、着物が出来上がるみたいな。そうです、そうです、すごい。なので体型がちょっとこう大きい小さいとかね、そういうので全部関係なく、そういう方のサイズで、そうか、調整もできますね。そこだら、あとはもう体型を維持するだけってことですね。むしろね、そうそうそう、自分に厳しくいけば、その手口のちょっと維持するっていう感じの、甘えてんな。また次回も知ったけいいとこプレゼンします。